マーク・ウェーバー、ティモ・ベルンハルト及びブレンドン・ハートレイはドライバーズ選手権を獲得した。ポルシェは919ハイブリッドでマニュファクチャラーズ選手権を獲得した。2015年の FIA 世界耐久選手権は国際自動車連盟とフランス西部自動車クラブが共同で開催した FIA 世界耐久選手権の第4回大会である。シリーズは ACO 規定のルマンプロトタイプ及び GT のカテゴリーでタイトルが争われる。世界選手権はドライバーズタイトル及び LMP1 のマニファクチャラーズタイトルが与えられ、他のカテゴリーにはカップ及びトロフィーが与えられる。2015年は4月のシルバーストンサーキットで開幕し、11月のバーレーンインターナショナルサーキットまで。 第83回ルマン24時間レースを含む全8戦で争われた。ポルシェは上海6時間レースで LMP1 のマニュファクチャラーズ選手権のタイトルを決めた。最終的にはアウディに80ポイント差をつけている。ポルシェチームのマーク・ウェバー、ティモ・ベルンハルト、ブレンドン・ハートレイの3人のドライバーは最終戦でアウディのアンドレ・ロッテラー、ブノア・トレルイエ、 マルセル・フェスラーの3人に5ポイントつけて、LMP1 のドライバーズ選手権のタイトルを決めた。ドライバーズ選手権の3位には、ポルシェのチームメイトのマル・クリープ、ロマン・デュマ、ニール・ジャニの3人のドライバーが入っている。ウェバー、ベルンハルト、ハートレイの3人組は、シーズン中に4連勝している。ポルシェはまた、最終戦で、シリーズ前半をリードしていたフェラーリを破って、 GT クラスのマニュファクチャラーズ世界耐久カップを獲得した。ポルシェのリヒャルトリーツは3度の GT ドライバーズタイトルを取り3連覇で4度目の王座を目指すディフェンディングチャンピオンであるジャンマリア・ブルーニと彼のチームメイトのトニー・バイランダーを抑えて GT クラスのドライバーズ世界耐久カップを獲得した。レベリオン・レーシングとそのドライバーのマティアス・スベッシェとニコラ・プロストは シーズン序盤の2戦に出場していないのにもかかわらず、チームとドライバーズの LMP1 プライベータートロフィーを獲得した。レベリオンは4連覇を達成し、ベシェとプロストは2連覇した。G、ドライブレーシングのロマン・リシノフ、ジュリアン・カナル及びサムバードは、KCMG チームを破って、LMP2 クラスのタイトルを獲得した。ポルシェのチーム満隊は、 フェラーリの AF コルセのチームを破って、エレメジットプロのトロフィーを得た。エレメジットアムクラスでは、AG コルセとそのドライバーのビクトルシャイタル、アレクセイ・バソフ及びアンドレア・ベルトリーには、他の AG コルセ勢を抑えて、トロフィーを獲得した。2015年シーズンのカレンダーは2014年10月10日に、富士スピードウェイで開催された、FIA 主催のプレスコンファレンスで発表された。 2015年のスケジュールは前年同様全8戦で争われるが、いくつかのレースについて、開催時期及び開催場所についての変更が行われた。インテルラゴスサーキットの改装の関係で、サンパウロ6時間レースに代わって、ニュルブルクリンク6時間レースが新たに WEC のスケジュールに加わった。WEC においてドイツでレースが開催されるのは、これが 初めてのことである。なお、2014年は、サンパウロ6時間レースは、最終戦として11月に開催されたが、2015年のニュールブルクリンク6時間レースは、第4戦として8月に開催される。これによって、前年では、第3戦、ルマン24時間レースから第5戦までは、約3ヶ月のギャップがあったが、それが約1ヶ月半に短縮され、 最終戦開催の時期が前年より約1ヶ月前倒しされることとなった。FIA の最高決定期間である WMSC で2014年12月中に2015年シーズンのレギュレーションの変更が承認された。2015年3月15日に2回目の WMSC の会合で再度レギュレーションの変更が図られた。2014年シーズンに導入された。 LMP1 の2クラスへの分割は廃止され、LMP1 クラスの中で、ハイブリッドカーと非ハイブリッドカーのレースカー規定の違いは依然として残るが、あくまで LMP1 クラスは単独のカテゴリーとしての扱いとなった。ただし、LMP1 のプライベーターのトロフィーは、LMP1 のハイブリッドの車両に飲みかけられるものとした。 2015年シーズンの大きな変更点は、予選方式の変更、LMP1 の使用可能なエンジン数の制限、使用可能なタイヤ数の制限、チームスタッフの人数の制限、LMP1 ドライバーの体重の平均化、LMP1 のカテゴライズの変更の6点である。2人のドライバーが予選を走るというところは、 前年までと同じだが、アタックの時間が25分から20分に短縮され、その代わりに、それぞれのドライバーのベストにラップの平均から、それぞれのドライバーのベストラップの平均で争われる、こととなった。シーズン中に使用可能なエンジン数が1台につき5機までに、制限される。なお、WEC に、初参戦となる日産に関しては7機まで使用可能。また、それぞれのレースで、 使用可能なエンジンは1台につき2機までに制限される。2015年シーズンはレース期間中に使用可能なタイヤのセット数が制限されることとなった。レース期間中、タイヤにダメージを負った場合やパンクをした場合は2本までならペナルティなしで交換することができる。また、ウェットタイヤに関してのセット数の制限は設けない。なお、この規定は6時間レースにのみ適用される。 2015年の WEC 第3戦、ルマン24時間レースより、後のレースに参加することができる、チームスタッフの数は2台の場合は65名、3台の場合は90名に制限される。LMP1 クラスのエントラントは、それぞれのドライバーの最低体重を申告しなければ、ならない。平均体重が8 0ラム以上であれば何もしなくてよいが、 80kg 以下であれば 81kg になるようにウェイトを積まなければならない。LMP1H と LMP1L という故障をメーカーが参加する LMP1 ハイブリッドとプライベーターが参加する LMP1 ノンハイブリッドに変更する。なお、プライベーターを対象としたチャンピオンシップは依然として継続される。ガソリンエンジン車とディーゼルエンジン車の性能調整のための値。 黄色で色分けされた箇所の値は LMP1 カー各社の性能差が一し、場合においてその性能調整を図るためシーズン中に変更される可能性がありうるとされているものである。2015年2月5日に FIA は LMP1、LMP2、エレメジットプロ、エレメジットアムと4つに分けられたカテゴリーにそれぞれエントリーした35台のレースカーを公表した。 世界体級選手権にエントリーした上位ドライバーを以下に記載する。選手権ドライバーよりも上位でフィニッシュした正体エントリードライバーは個々のレースの項目を参照のこと。選手権ポイントを獲得するには優勝者の走行距離の70%以上を走行しなければならない。各カテゴリーのポールポジション獲得ドライバー及びチームにはボーナスポイント1が与えられる。 ルマン24時間レースでは全てのポイントが2倍になる。さらに一つのレースが成立するためには最低でもグリーンフラッグでドライバー同士が争うことのできる状況下が完全に3周以上に渡ってなければならない。2015年シーズンはドライバーに5つのタイトルが与えられる。世界選手権タイトルは LMP1 と LMP2 に与えられる。世界耐久カップは エレメジットに与えられる。3つの FIA 耐久トロフィーは LMP2 とエレメジットアム及び LMP1 のプライベーターに与えられる。ドライバーズ選手権 GT クラスのドライバーズ世界耐久カップ LMP1 プライベーターチームに所属するドライバーズトロフィー LMP2 耐久ドライバーズトロフィーエレメジットアム耐久ドライバーズトロフィー2つのマニファクチャラーズタイトルが スポーツプロトタイプおよび GT に与えられる。世界選手権タイトルは LMP1 に与えられ、各レースにおいて、各マニファクチャラー最上位の車両にのみポイントが与えられる。世界耐久カップは、エレメジットプロとエレメジットアムに与えられ、各レースにおいて、各マニファクチャラー上位2台にポイントが与えられる。マニファクチャラーズ選手権、GT クラスのマニファクチャラーズ、 世界耐久カップ LMP1 クラスのマニュファクチャラーを除くすべてのカテゴリーで各チームは該当クラスでの FIA 耐久トロフィーを争う資格を持つ同一チーム内で車種が同じ2台のレースカーを使って参戦した場合車ごとに分けてポイントを計算しその獲得したポイントの合計を持って争う LMP1 プライベーターチームズトロフィー LMP2 チームズトロフィー ドライブレーシングは、リジェ JSP に日産26号車で、LMP にチームズトロフィーを獲得した。エレメジットプロチームズトロフィーエレメジットアーム、チームズトロフィー。ありがとうございます。